なそれはそのために何が必要か、継続するために何が必要かというと一つです。もう心を整えるってことが僕は重要だっていうのをこの5年間の企業生活で僕は体得したし、まあ、それを未だに僕はこういうのを守って行動してるよっていうのを今日皆さんにシェアしていきたいなと思いますと。でビジネスで続けていくとやっぱしんどいこととかやっぱモヤモヤっていうのも出てきたりするわけですよね。なので今回はこの見えない不安であったりとか、まあ、恐れとかを軽減して行動できる自分になるためのブレない自分軸を作る、まあ、3ステップと、まあ、お話をポイント絞ってねお伝えしていきます。まあ、まず1個目がですねテーマが、まあ、マインドワンダリングっていう概念を知る。2つ目はですね恐怖不安を数値化せよと。そして3つ目は、まあ、感情のアウトプットっていうこのね、3つの項目でお話をしていきたいと思うんですけども、まず1個目がですね、まあ、マインドワンダリングっていう、まあ、概念を知るってこと。これね簡単に言うと、まあ、心がそわそわしちゃってさまよっている状態です。でこのマインドワンダリング、心がさまよっている状態、これね面白いのがこれ実際データ出てるんですけど、人間は1日の約 47% ですよ。もう半分以上はですねマインドワンダリングで時間を費やしちゃってるんですよね。マインドワンダリングによって時間を費やしちゃってると、まあ、これ非常にもったいないわけですよね。逆にこのマインドワンダリングしている時間をうまく克服することができたら、あなたにとっての今の1日は2日分ぐらい伸びるわけですよ。だって半分もうすでに無駄してるからね。そうだからすごいね、この無駄しちゃってるよっていう話なんですよ。じゃあ今からどんなことが対策を取っていけばいいのかってことで、どんな対策を取っていけばいいのかってことです。なのでまず1個目のポイントは、あ、マインドワンダリング、自分は今心がさまってる状態なんだなっていうのを知っていただいて、で人間っていうのは一般的にですけども、まあ、約 47% はもう1日中心そわそわしちゃって落ち着かない状態になってるっていうのをまず知ってくださいってことです。で、じゃあ2つ目のポイントで、じゃあそれを具体的にどういうふうにして改善していくことができるのかっていうところで2つ目のポイント。これが、恐怖不安。まあ、例えば日常生活のモヤモヤっていっぱいあると思うんですよね。あれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけないであったりとか、仕事と、家族、家庭の両立だったりとかもそうだし、またなかなか収入が安定しないっていう、まあ、不安であったりとかね。まあ、そういう恐怖っていうのが少数であるのであれば、それをね、不安を10段階評価で数値化してあげる。これ実際ね、心理学の研究でも出てる効果的なワークの一つとしてあるんですけども、不安っていうのはですね、放っておくとですね、増殖していくもんなんですよね。不安っていうのは、もうどんどん増殖していきます。時間とともに比例してね。で、まあ、よく杞憂って言葉がありますけども、ちょっと不安だなとか、ちょっとこれ怖いなと思ったことがあるとですね、まあ、人っていろいろ想像してしまうから、まあ、結果的にね、不安ってどんどん増幅してしまう。まあ、結構ね、実際脳科学的にも、男性のよりもやっぱ女性の方が強い人っていうのは、やっぱ女性のって結構どっちかっていうと、視覚とかビジュアルとかやっぱイメージでね、物事をやっぱ捉えて連想するっていう部分が結構大きく働くところが多いので、まあ、どっちかっていうと女性であったりとか、あと男性の方でも女性の方が強い方とかは、まあ、結構不安っていうのはやっぱ増幅して、をさらに勝手にイメージでね、恐怖をより大きくしてしまって行動できなくなっちゃうとかっていう場合もあるんですけども、結局ね、そうやって 97% 幻想なんですよ。で、僕もね、僕はね、男性ですけども、僕どっちかっていうとね、別にそこまで男性の強くないんですよね。多分ね、僕、今までね、感覚値とかやっぱいろんな人と会ってきて思うのが、まあやっぱり相対的に見て、多分僕女性の方がどっちかっていうと強いんですよね。だからあんまり僕結構ビビりだし、あんまりね、自分からね、思いっきり飛び込めないタイプだったんですよ、もともと。まあそれをね、うまく自分のを知って、克服していったから今があるっていう感じなんですけど、結局ね、僕も、例えば初めて YouTube ライブやるときとかも、YouTube ライブ、もうめちゃめちゃビクビクしてるわけですね。初めて YouTube やるときとか、初めて Instagram で情報発信するときとか、初めてブログ立ち上げるときも僕はもうめちゃめちゃビクビクしてるわけですよ。北野さんだったらなんかどんどん行動していけるんじゃないですかって、まあそれ今だったらそうですけども、昔は全然そうじゃなかったわけですよ。起業したてのね、20、21ぐらいのときとかね。そう。で、結局その時いろいろな経験して思ったのが、もうね、97% の恐れてることってのは実際起きないわけですよね。で、その時僕がやっぱ意識していたのが、10段階評価で、例えば初めてね、まあわかんないです。今後、まあ YouTube は皆さんやるかわからないですけど、例えば Twitter でちょっと動画アップしてみるとか、なんかストーリーでなんか新しいことをチャレンジしてみるとかってなった時に、ちょっとこれやってみるの怖いなとか不安だなと思った時に、まあ不安だなとか、あと最近すごいイライラするなってことでもいいんですよ。それを10段階評価で数値化してほしいと思うんですね。ってなった時にあなたの恐怖は10段階中いくつですかっていうのをね、まあ紙に書き出してみる。そうすると、これね、実際に、まあ大体ですけども、まあ大体3点から6点くらいで収まることの方が多いわけですよ。で、10分の3から6点かっていうのを実際に数値化してみると、あ、まあこんなものかっていうふうにですね、実際に問題っていうのは、あ、そんなに大きな問題ではなかったのかというところで、冷静になれるっていう、まあ、破綻しちゃうんですよね。冷静になれる。で、本当に恐怖っていうのは幻想で、まあ、結局ね、人間が持ってる悩みっていうのは、結局、それが重要な悩みだ
って思う人もいればそうでもないっていう人もいるわけですよね。そう、で世の中には例えばね、じゃああのじゃあ部屋ね、部屋とかの掃除とかでもそうですけども、あの部屋がねすごい散らかってると、もう私はすごい落ち着かないんだっていう人もいれば、逆に部屋散らかっててもいや平気だよっていう人もいるぐらい、人によって物事の事実は一つだけど、それを解釈って全然違うわけですよ。そうね、人によっては例えばね、最近ちょっと70キロぐらいになってきてお腹出てきたな、ちょっと太ってきたなって思った時に、やばいちょっと太ったって思った人も思う人もいれば、逆にね、いやまあ70キロぐらいかと、うーん、まあまだ全然いいでしょうと、まあまだ私は太ってないなとって思う人もいれば、まあ結局事実は一つだけど解釈っていうのは人それぞれ違うわけですよ。だからこれ怖いなとか不安だなっていうのは、結局自分が見てそれを恐怖をより大きくしようかなとか小さくしようかなっていう、自分でね、あの勝手にそれを大小を縮小させてるだけなので、それを数値化することでね、あの実はこんだけね、うわー難しい問題に直面したっていうような壁があるように見えても、実は数値化してみると、あ、意外と大したことないじゃんっていう問題が結構あります。ではですね、あのこれは最後になるんですけども、まあ、あのビジネスをしていった時に、まあ、どうしてもね、そわそわしてしまう、まあ、先ほどマインドワンダリングの状態になってしまった時っていうのは、一旦まあ感情をアウトプットしてみるっていうのがすごい、これ心理学的にも有効でして、まあ、僕も結構やっぱね、昔半年前か1年ぐらい8ヶ月前ぐらいかなに、すごいなんかモヤモヤしてて、なんか全然仕事も手につかんと、うん、でいう時期があったんですよ。でなんか最近ちょっとなんかちょっとしかすごいイライラするなと、なんかちょっと集中できないなみたいな時期がなんかね4日間ぐらい続いた時期があったんですよね、半年ちょい前ぐらいに。でその時に、まあ、一旦ちょっとまあビジネスホテルでね、まあ、一人で泊まって、まあ、そこでちょっとね、あの自分の、まあ、ノートと紙だけ持って行って、まあ、感情結構書き出してみるみたいな、まあ、アウトプットをやってみたわけですよ。でそうするとですね、これ面白いのが、まあ、あの実際ね、イライラする、モヤモヤする、なんか心配だとか、まあ、いろんな感情が出てくるわけですけども、結局感情ってね、これ言語化してしまうと、原因が見えてくるわけなんですよ。じゃあなんでイライラしてるのかなっていうと、例えばその時の僕だったら、まあ、結局なかなかね、まあ、事業、売り上げは、ね、事業はうまくいってたんだけども、その先の展開が全然見つからなかったと。だから、まあ、うちの場合とかだったら、まあ、年商10億ってところにどういうふうなプロセスで行こうとするのかって、達成ルートが見えないから、結局モヤモヤしていたと。イライラしていた。っていうのがあったわけですね。じゃあそれが原因が分かった、そうするとちょっと安心するわけですよね、モヤモヤの正体が分かるから。じゃあじゃあそこをうまく改善していけばいいんじゃないかっていうところでね、書き出していくと、あ、ちょっとずつ達成ルートが見えてくるわけですね。っていうところで、結局モヤモヤしてる感情の原因をね、ちゃんと言語化していくっていうのはすごい重要です。なので、まあ、何かあったらね、全てをまあホワイトでぶつかっていけっていう、まあ、やり方があるんですけども、ね、じゃあちょっと手が止まりそうになっちゃったら、なんで私はこの SNS クリエイターとか、ね、SYK のうちの講座に入ったのか、もう一回思い返してみてほしいんですよ。で、本当に自分はね、これからやってやると思った時の自分ってどういう感情だったのかなとかね。うん。なんで成功したいと思ったのとか、なんでビジネス始めたのとか、なんで現状に今満足できてないのかと。なぜモヤモヤするのかとか、そうですね。それはなぜ今、収益が上がってないのか。まあ、こういうのを自問自答していくっていうのはすごい重要です。まあ、もちろんね、そのスキル的とかテクニック的な部分は、うちの講座にもね、サポートがあるので、バンバン聞いてほしいなと思うんですけど、こういったあたりはね、結局やっぱ自分との対話、自己対話をですね、まあ、やる。まあ、これ一応内省っていうんですよね。まあ、これは昔僕が、お世話になったね、先輩の経営者さんで、まあ、僕の、10人ぐらいいる師匠の一人の方がね、ずっとその方はやっぱ内省っていう概念をずっと大事にされていて、で、まあ、彼が僕は教えてもらったんですけど、まあ、すでにこの自問自答でね、まあ、ホワイでぶつかっていくと。まあ、いうのをね、ぜひ、意識して、まあ、この1日のね、約半分以上マインドワンダリングでね、まあ、人間を費やしていると。まあ、これをしっかりとクリアにしていくことでね、より仕事の生産性であったりとかね、より行動できる自分に、ね、なると思いますし、多分人生の QOL、まあ、生活の質とか充足感っていうのもね、上がっていくんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひね、参考にしていただけたら嬉しいなと思います。